DOT はプレーンテキストを用いてデータ構造としてのグラフを表現するためのデータ記述言語の一種である。コンピュータで処理しやすく、かつ目で見てもわかりやすい、単純化された形式でグラフを記述することができる。DOT 言語で書かれたデータのファイルは拡張子としてドットをつけることが多い。DOT 言語の処理系は多数実装されているが、 どれも DOT 言語の記述をファイルから読み込み、画像を生成するか、グラフを操作することができるようになっている。その一つドットはドキュメンテーションジェネレータの独自ンで使われている。ドットはグラフビスパッケージの一部である。無効グラフ、編集無効グラフの例。DOT 言語で記述できる最も単純なグラフは無効グラフである。無効グラフでは、 ノード間の関係の有無だけを表す。DOT 言語のキーワードグラフが置かれたところから波括弧で挟まれた場所の間にグラフを記述する。二重配分でノード間に関係があることを示す。グラフグラフネーム。ABCBD。有効グラフ。編集有効グラフの例。フローチャートや気構造のような有効グラフも無効グラフと同様に記述できる。 記述の仕方は、向効グラフとほとんど同じだが、記述を始めるところに置く。キーワードはグラフではなく、大グラフであり、二重配分の代わりに、マイナスでエッジを示す。大グラフグラフネム、A マイナス、B マイナス C、B マイナス D。属性を指定したグラフの例。濃度とエッジには、様々な属性を設定することができる。色。 形、選手などの属性を、属性の名前と、その値を体にして、括弧で囲み、文の末尾に置くことで、その文に書かれている濃度やエッジの属性が指定される。複数の属性の設定をコンマか空白で区切って、並べておくことができる。濃度の設定は、濃度名だけを含みエッジに関する記述を含まない、文で設定される。グラフ、グラフネム。 The label attribute can be used to change the label of a node.a, label equal, who.here, the node shape is changed.b, shape equal, box.these edge spots have different line properties.abc, color equal, blue.b, d, style equal, dotted.dot 言語では c や c 風の 一行あるいは複数行にわたるコメント文を置くことができる。さらに両頭にが置かれた項もコメント文として無視される。This is a single line コメント .This is a multiple line コメント .Lines like this are also i g n o r e d ドッ t ィを使ったスクリプト例による描画以下にエタン分子の結合構造を記述する例を示す。これは無効グラフであり。 上で述べた方法で、エッジに属性をつけている。グラフエタン。C0H0、0, タイプイコール S。C0H1、1, タイプイコール S。C0H2、2, タイプイコール S。C0C1、C 1, タイプイコール S。C1H3、3, タイプイコール S。C1H4、4, タイプイコール S。C1H5、5, タイプイコール S。 DOT 言語ではグラフを定義する記述ができるが、定義されたグラフを描画する方法は、言語自体には備わっていない。そのためのソフトウェアもいくつか実装されており、グラフを描画、あるいは操作することができる。グラフビスグラフを操作、描画するため、グラパグラフビスを使い Java 言語で実装された、グラフを編集、描画するプログラム。チューリップ DOT 言語を読み込んで解析することが、 できる。アマネグラフル部分的にだが DOT 言語を読み込んで編集することができる。スグローベアグラフビス DOT を表示できる。ウェブページビジレフェックスグラフ描画ライブラリー。ウェブページクローム拡張。SVG、PNG へ出力できる。DOT 言語ではグラフのレイアウトを細かく指定できるが処理系によっては 図形の位置が正しく取り扱えない場合があることがある。処理系に依存するが、図形の自動配置アルゴリズムに頼れないような場合には、濃度の配置を細かく指定する必要があるかもしれない。以下に例を示す。期待通りでない描画の例。ラベルと矢印を少し動かし、添え字のフォントサイズを変更すると、綺麗に描画されるようになる。ダイグラフ G。濃度。 shape イ,イコールプランテックスト。A1B1。A2B2。A3B3?A1A2。ラベルイコール F。A2A3。ラベルイコール G。B2B3。ラベルイコール G。B1B3。ラベルイコールテイルポートイコール S。ヘッドポートイコール S。ランクイコールセーム A1A2A3。ランクイコールセーム B1B2B3。上の例では、 期待通りになっていないところが2箇所ある。右半分は綺麗な正方形になっておらず、エッジのラベルがおかしな場所に描かれている。これは、インクスケープなどの SVG 形式を編集できる、ソフトウェアで修正できる。場合によっては、DOT 言語中で、POS 属性を使って修正することもできる。ありがとうございます。